豊中市主催のパワーオブミュージックアット大阪モノレール大阪空港駅コンサートが開催されました。今回は空港関連企業として ANA グループ、JAL グループ、そして大阪モノレールの職員が演奏しました。今回演奏に参加した大阪モノレールのメンバーは普段は別々の部署で働いています。サックスを演奏するのはフロアアテンダント、トランペットの演奏は運転士です。ピアノを演奏するのは技術員です。自主練をするため集合時間の30分前に会場に入りました。大阪モノレールの大阪空港駅にはストリートピアノが設置されており、誰でも演奏ができるようになっています。今回はこのストリートピアノを使ってのコンサートです。いよいよコンサートが始まりました。大阪モノレールチームの出番は最後、緊張の面持ちで出番を待ちます。
最後は関西エアポートグループのソラヤンと豊中市のまちかねくんも登場し、みんなで盛り上がりました。イベントなどで演奏している大阪モノレール社員を見かけたら応援をよろしくお願いします。